ハローエブリバディ、ハウスゴーイン。どうも皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。吉本新喜劇の森田のペーションでございます。本日もこちら道頓堀1丁目にございます。マスターブル4階、6階、うさぎさんよりお送りいたします。題して、森田のペーション。この番組は吉本新喜劇日夜頑張っております。私の森田として、毎回新喜劇内外問わず、いろんなところからですね、パートナーを昔グローバル情報から、半径20センチで小さな我々を皆さんにお届けするバラエティとなお時間となってございます。ね、先日、カッパラ金という、ね、出させていただきまして、まあ、控え室が、まあ、この番組もそうなんですけど、基本的になくて、下の方で待たなあかんということで、前もって来ますかみたいなことです。前もって来ようかな、どうしようかなと迷ってたんですけど、まあ、衣装とか置かせてもらおうかなと思って、まあ、そないにまあええかと思って、そのまま行こうと思って、家からですね、まあ、ちょっと、まあ、もともとはそういうつもりのスーツでもないんですけど、まあ、役柄的にそういうスーツで、こっちの方に来るときに雨がね、降ってるか降ってへんかみたいな微妙だったんですけど、まあ、自転車で行けるかと思って屋根だから自転車で向かってたんですよ。そしたら、まあ、警察官の方がちらっと見えた、家の近くですよ。で、あ、見えたと思ったから、あ、やばいと思ってライトをパッとつけたんです。ほんなら、すいませんみたいなの止められたから、え、何がわかんねえよなと、すいません、この辺ちょっと盗難の自転車が多くって、ちょっと確認させてもらってよろしいでしょうかってね、無糖かどうでもよかったみたいなね、つけんでもよかったんだ、あ、まあどうぞどうぞ言って、私防犯登録してないんですよ、自転車ね。別に特に大きな理由はないんですよ。別に私が盗難してきたからっていうわけじゃなくて、あれをつけたからなんや、どうせあれをつけたからで言ってパクられへんのかって、別にそういうわけでもないし、撤去された時に、まあ、案内が来るかどうかぐらいのことだから、まあまあ、うん、あんまりそれやってなかったです。でも何回かよく聞かれることあって、いいですよ言って、で、じゃあ車体番号どこにありますか、いや知りませんわ、でもスポーツタイプなんですけど、もうひっくり返したりなんかしてたんです。ああ、いや、すみませんすみません、そこまでしてもってみたいな、前も確認してもらったんですけど、いや、すみません、これだから逆にもらいもんやから、あんま登録もしてなくて、あ、そうですか、いや、でもね、防犯登録とか今こう自転車ね、盗難流行ってますから、結構流行ってるって言い方すんねやと思って、警察の方、結構多いんでね、すみませんけども、防犯300円ぐらいでつけれますからね、お父さんつけてくださいはあったんですよ。お父さんえ、ちょっと待って、確かにね、おっさんみたいな格好してたんですよ、衣装的にはね、こんな格好じゃないです。でそれを着てるからなのか、ただこう自転車をひっくり返すように頭頂部が見えたからなのか、警察官の方にお父さんって言われた時にえ、ちょっと待ってと、僕じゃ防犯登録でとかじゃない、自転車が盗難されるとかじゃない、お父さんに見えるんかということを聞きたかったんですけど、なんかね、こう複雑な自分のこうどういうですか、境目、お兄さんやったらええけど、まあお兄さんって言われるのも、でも僕からはまあ言うて、普段ねこうロケとかあんまり最近ないですけど、昔ちょっとだけこう一日支配人とかやってました、お父さんありがとうございます言うてね、ちょっと老齢に見える方に関してお父さんという声掛けをすることはありましたよ。でもそれが一番親近感が湧き、なおこう人の懐に入るのに一番いいワードだと思って、じゃあお母さんやめてくださいよとかね、お母さんまっすぐ足元気づけてくださいっていうのを言ったんですけど、すごい距離感を感じるというかね、なんかこの溝なんや、もうお父さんなんだなっていうのね、リアルにちょっと実感しましたけど、その警察官の方とそこまで全然パッと見られるか変わらなかった気にしましたけど、そんなじじいに見えるんだってことでね、ちょっとショックを受けたというエピソードでございましてね、またぜひカッパラ金の方に呼んでいただけるようになればなと思っておりますので、またその機会がありましたらね、次はお父さんとしていきたいなと思っておりますということで、この番組のスポンサーさんをですね読み上げたいと思います。この番組はただいま乗務員募集中でございます。なんでですね、この番組はって言った瞬間に人とペットの幸せを言ってしまった。ただいま乗務員募集中でございます。サンゴタクシーグループ大阪市内橋でございます。サンゴと書かれたタクシーでございますが、 GO というアプリで、まあ、呼ぶこともできますので、ぜひとも、まあ、ご利用いただければいいなと思うんでございますけども、で、まあ、今乗務員さんがちょっと少なくなっておられるそうでございます。もうでも最近は随分ねタクシーも走ってますから、
この間なんて手上げてもなんかすごいスピードでバシャー言いたりとかするぐらい結構忙しい状況になってるするみたいでございますけどね、ぜひ、乗務員を募集常に募集しております。お仕事ないよっていう方、車を運転できる、でも二種免許ない大丈夫、二種免許を取るお金出してくれます。ですので遠慮なくこちらの方までご連絡いただければなと思います。よろしくお願いいたします。そしてですね、生命保険と個人の自動車保険のことならあーくんさん、すぎちゃんの話、個人法人問わず医療保険からがん保険、積み立ての保険も何でもすぎちゃんにご相談ください。 Facebook で杉原浩二、検索をかけてメッセージいただければ、まだこの LINE ID もこちらございます。スクショだってね、森田信者を見たよって、連絡していただきましたら、ちゃんと対応してくれます。ぜひともその一声を、一言をね添えてご連絡いただければなと思います。そしてですね、ご自宅なので空いてる土地ありませんか、津田建設で全てお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。ご自宅でね空いてる土地だってほったらかししてても、また税金の無駄遣いと言いますか、無駄に税金がかかったりするわけでございますので、ぜひ、津田建設さんに相談していただきですね、コインパーキングなど、どうです収益の上がる物件に変えてみてはいかがでしょうか。で、以上の提供でお送りいたしますが、この番組は広くスポンサーさんを募集しております。何でも結構でございます。この番組紹介してほしいというものがありましたら、遠慮なくこちらの方までお寄せくださいということでございまして、ゲストの方ご到着いただいてますので、その紹介したのでございますが、まあ、ちょうど1年ぶり1年ちょっとぶりぐらいですね。まあ言うても新喜劇では一番元気な女の子ではないでしょうか、小林優ちゃんでございます。どうぞ。頭隠さず尻隠さず、どうも何も隠さない女小林優です。何も隠さないっていうのが全裸で言ってください。おっしゃる通りです。おっしゃる通り、ありがとうございます。お父さん、誰がお父さん。でもあなたの年齢からしたらもうお父さんかもしれませんよね。そうですね。あなたは おいくつですか今。47です。47、お父さんが。私は22です。あなた22。はい。お父さんが。お父さんは52です。なんで47言うんだよ。俺が46だと気遣って。あ、知らなかったそれ。何やそれ。いや、52。はい、お父さん52。あ、じゃあまあお母さんは。お母さんが50です。あ、まあ近いっちゃ近い、ね、はい、まあね、もうそんぐらいなんですけど。いや、22か。はい。あ、じゃああなたがその新喜劇入った時まだ10代だ。そうですね、18歳で入って、お酒も飲みません。あ、言ってただ。はい、言ってただ。言ってただほら。言ってただ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 よ。言ってただよ。知らうちにキャラ変わりましたね。いや、もうそう、お父さんそう言ってるんだよ。まあ、本当にショックです。はい、ショック。46でお父さんって呼ばれるんだと思って、はい。ええ、これあなたとかの22でしょ。はい。まあ言うてもまだまだもうそんなお若いじゃないですか。まあまあそうです、なんかね。ね、はい、まあそれはもうこれからそんなね、お母さんって言われたないかもしれないですけど、はい、まあ今はでも新喜劇にはもうちょっとお母さんブームというかね。そうですよね、皆さん。ええ、それはだって金原とかでも19ぐらいでしたから、入った時さないねさん、ちょうど私の一回り上なんですよ。はい、私はあのその金原の一回り上ですよ。おお、うさぎ年ですか。そうですよ。しかもここがうさぎ。うさぎ、うさぎですか。何に食べてるですね、ほんまに。ええー、ね、うさぎ二回りした。あ、そうですね、じゃあちょうど。わあ、そうなったの。ね、お父さんですよね。お父さん。ほら、お父さんや。もう今度からお父さんって呼びます。ただ俺全然この年齢と恋愛できるけどな。あれ。グッズグズにいけるけど。グッズグズ。グッズグズにいける。すごい発言しますね。別にそれはセクハラでもなんとも思ってない。もう普通に年齢的には全然いける年齢ですよ。まあね、年齢関係ないって言いますしね。関係ないね。まあ、ね、いや、わかんないけどね、それはまあいろいろあるかもしれないけど、自分に子供がいてないから、今、はいはいはい、現状としてはそういう見方ができないだけで、はい、もし本当に子供がいてたらね、はい、いや、自分の子ぐらいの年やんか、みたいな。よくだから昔、辻元さんが松浦恵子を見て、自分の娘と同じぐらいの年齢や言って、はい、娘と仕事してるみたいなと感慨深いな、みたいなこと言ってはったけど、はい、自分は今の子供いてないから、はい、もし今すぐ子供できたとしても、うん、ね、そういう年齢になるまでは60、もうだから10、あなた19でしょ、だから20ってなっても66とかだよ。
その沢ってこと、ね、沢って言うたらああおじいちゃん、おじいやもんね66は、はい、もうそんな時にでもお父さんって言われても平気やわ、まあ、それはそれはもうねお、はい、それはおじいちゃんって言われた時にえ何って言うあまた言ってるんですかね森谷さん60ぐらいになった時おじいちゃん言われてねこの間いやだからいやそうそうだから言うてまうと思うだって俺が丸兄さんに、はい、いやもうジジイやんっていうネタをやってたよジジイやんっていう話してたら、はい、俺ジジイかちょっとだけ真顔でいや俺ジジイかみたいな、はい、いやでも高齢者ですよもうその66言うたらえ丸兄さんって66なんですか67でそのジジイですよそれ、でも俺おじいちゃん見えるいやおじいちゃん見える見えるのおじいちゃん見えんすよ、はいはいはい、見えんすけど、うん、年齢聞いてもそれおじじいですよ言うて、まあね、えでもじじいに見えへんやろいやいやその見えへんけどずっとそのやり取り1時間ぐらいだって誰はおじいに見えるかいう話なんだってさんまちゃんさんま師匠は後輩やから、うん、丸兄さんよりそうなんですかそうだからさんまちゃんは言うて、はい、だちょうど、丸兄さんと浅香圭さん、うんあけるさん間にさんま師匠とか、だから巨人師匠の方が年齢は上やけど、うん、巨人師匠の後輩だから丸兄さんとかそんないろいろあって、はい、もう誰々がおじいちゃんに見えるってなるもう、はい、もうなんかいう話になっていやまあそう言われたら、うん、じゃ誰がって言ったらいやメダカ兄やん、うん、いやおじいちゃんかどうかってやっぱ微妙やけどでもあなたからしたらもうおじいちゃんでしょもうおじいちゃんですね年齢とかもう見た目も一之助師匠はあ、な一之助師匠はもう年齢とかじゃなくてなんかあの声質とか雰囲気がもうおじいちゃんぐらい、うん、めっちゃ面白いやん一之助師匠はもうおじいちゃんねえここねえとかあ雰囲気がもうおじいちゃん感が一番すごいだから今遅れ師匠とかより、うん、おじいちゃんって感じああそう遅れ師匠はまだおじいちゃんじゃないやもう年齢的におじいちゃんですしおたまにねご飯とか連れててくるんですけど、うん、もうその時はおじいちゃんやと思って喋ってること。ああ、まあまあ。緊張しちゃう。老人介護やと思って。いや、介護まあね、まあね。めちゃくちゃ出てる。いやいやいや、ええと思うよ。うん。はい、ええー、まあ去年の9月以来のご登場でいただきました。久しぶりですね。あなたと会うのも久しぶりですよ、そう考えたら。いや、この間会いましたよ。街中でね、南森町で会いましたから。いつでした？あれね、あなたがね、R1 じゃないわ。そう。なんかネタ終わりの時。はい、たこ焼き屋さんの前でそう僕とまみちゃんがちょうどそのレディオバルーンでラジオやってたんでラジオやる前かな、はい、ぐらいちょうどあなたがなんかごっついもん持ってそうやって行ったなんかキングオブコントのあそうですキングオブコントの終わりで歩いてたらなんかめっちゃ派手なおっさんおるなおっさんまあ、よくおったらなんか可愛らしいちっちゃい人があって、うん、あ、うん、何やあの二人お森竹さんよ俺そんな派手かいや、派手です。今日だいぶマシですよ。今日マシ？今日マシです。でもあれってキングオブコントの時は別に夏場かやから派手もまあ短パン相手ぐらいでしょ。そうそう、またいつもあの花柄のね。はい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 、はいね、はい。あ、ありましたね。あの私の子供役の時に来る衣装、衣装が花柄なんですけど、あれは森谷さんと一緒。そうやね。もうね、どう見ても俺の方が絶対高いのに。はいはい、ほんま安も2名だと思う。大月衣装さんちょっといろいろ考えてもらわなかったから。いやいや。いや逆にあっちの方が良かったかもしれない。あれびっくりしましたね。そうあれ以来じゃない？そうですよあれ以来。ねえボツに荷物も、はい、あれキングオブコントどうやったのあなた？あれの大塚レート出て、うん、もうチンチンに滑って帰ってきました。1回戦で終わった。1回戦で終わりました。あ難しいよね。ミズ怒ってましたよね。一回戦はね。ね。一回戦怒ってました。だって俺がどうのこうのじゃない。もう森保バンバン見がヒューマン中村とやで。もう一回戦で落ちるメンツじゃないやん。え、俺は一人でいたら落ちるかもしれんけど。え、あれって誰からのお誘いじゃないですけど、何発信でああなったんですか。俺。うん、俺が寂しいから一緒に遊んでって。子供やん。寂しいから一緒に。寂しいから一緒に遊んでって言って。はい、ほんなら全員2人ともが嫌って言って、はい、一回嫌って言って嫌やわって言われて、はい、ええやんな遊んでや言うて、はい、いやだからもうええってそんなんって言われて、はいはい、でもなんかそのヒューマンはもっともっと誰かと出るつもりやと、はい、でも誰かと出るっていうつもりやから、はい、ヒューマンとかは
あの、まあ、キャリア的にも、うん、MC のキャリアやねん。はい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 。キングオブコントとか行く、あのヒューマンさんすいませんけど MC どうですかって言われてたんやけど、いや僕誰かと出るかもしれませんからって言ったら、あ、じゃあ、あ、分かりましたって言って MC 外されてんねん。もともと誰か出るつもりやったんや。あいつもそんなん言うて、はい、俺にこうやって言うて言うてるけど、うん、誰からも誘われへんかってん。で俺だけやねん、誘った。はいはいはい。で俺だけちょっとしつこく、なあなあ、まだっつって、どうなったん言うて、ほんなら誰も誘いがなかったから、はい、ええよ、言うて。で、その代わりネタ考えんの嫌やで、みたいなこと言って、ほんで、バンバンには、バンバンは、ヒューマンがええって言うたらええよ、みたいな。ヒューマン頼みやから、はい、ヒューマンええって言ったから、ほんならバンバンもな、言うて、はい、ええみたいなってたけど、はい、まあええよってなって。あそんな、もう それをコントにしましょう。そのコントみたいです。いやいやいや、ほんで、結局俺とその別にヒューマンとか、まあ、はい、こんなこと別に言わんでもええねんけど、うん、そんな一緒にどっか遊びに行ったとかする仲じゃないから、はい、うん、まあバンバンとかとはさ、ちょいちょいなんか、はい、飲みに行ったりとかしてるけど、はい、ヒューマン酒飲まへんからな。だからその、もうその食生活やとそのあんま趣味合わへんのよ。はいはいはい。で家でストックなんかやってるからさ、うん、どっかむっちゃ家の近所住んでてん、うん、今住んでるとこ前もともとは、はい、でももう泉屋でなんかこう買い物しててチラッと会うぐらいしかなかったし、はい、もう、一回飲みに行ってもずっとウーロン茶飲んでるしさ、うん、楽しないやそんなやつ飯。まあ確かに兄さんめっちゃお酒好きですもんね。そうね、バンバンとか酔うて行って、はい、でまだ多少慣れても酔うてやばいそうやん状況とかやってもまだ行けるけど、うん、それはもうそういう人って、はい、お酒飲まない人って、はい、その酒の席大好きやったらええけど、うん、分からんやんそういうの。まあね、多少なりとも気使って、はい、でバンバンが遅れてきたんよ。あ、じゃあヒューマンが遅れてきたんよ。そう、1回戦の時。え、あ、本番ですか。本番というかそのエントリー、いや間に合ったんよ、はいはい、間に合ったんやけどエントリーの集合時間にあいつ来てなくて、お電話したら今起きたいできよって、はい、でまあ別にそんなかめへんねんけど、はい、なんかすごいこう温度差感じてさ、俺別そこまで、まあ、必死というか、うん、なんか俺だけむっちゃ必死な感じになってるなと思って、はい、で、2回戦はあのネタ合わせどうしましょうと、うん、ほんならもう同じネタできるからネタ合わせいらんのちゃう言って、うん、そら通らへんわな。そんな意気込みやったら。あ、結局それでいったんです。そう、まあでもいい経験できましたけど、はい、まあなんか受けは悪くはなかったけど、うーん、しっかりと誰かがどっかで失敗してた。2回戦ですか。2回、1回戦も。あ、1回戦も、うん、ちゃんと1回もできることなく終わったの。見たことない。でもそれはどうやった、そのあなたは大塚玲ちゃんとやったやつはどっちが考えてネタ。あ、大塚玲が誘ってくれて、しかも大塚玲があのネタを考えてくれて、ほんで、私がツッコミやったんですけど、なんかやっぱ関西と関東でちょっと違うんですよね、ニュアンスっていうか。ああ、なるほど。新喜劇とかやったら一発目に簡単なツッコミを入れるじゃないですか、うん、なんでやねんって。ない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 、はいはい、けどなんか東京はって決めつけたらあかんのですけど、はい、一発目にいやそれは何々何々みたいなっていう、こう一文で、はいはいはい、っていうのでこのもう二人でちゃんと喧嘩しました。喧嘩した、はい、いやちゃんと稽古じゃなくて喧嘩、ちゃんと喧嘩しました。大塚ではね結構ねあのお笑いにシビアな子で、あいつシビアですよ、めっちゃあのね、うん、貪欲なんですよ、うん、ネタも考えるしね、あ、要はここ来てほしいって言うんですけど、うん、私の体がついていかなくて、うん、あっとって言って私は好きな言葉喋っちゃったら、うん、いやここはって言って、でもこっちの方が分かりやすいんじゃんってなって2人とも、うん、契約なる嘘。でも次の日に、うん、昨日集中力切れて、うん、あのごめん変な態度取ったって、うん、でもうお互いに仲良くなっての繰り返しです。結局仲いいんですけど、うん、ちゃんと一回、なんそのじゃネタ考えてる方を優先してあげて、あなたが酔った方が絶対うまいこといくんじゃないですか。結局そうなりました。やろ、はい、うん、まあまあでも結局それで言うて本番やってチンチン滑ってたらどっちが正しかったか分からんけどな。めっちゃ悔しがってました。おかしいな。まあ言うてもあいつはちょいだから勝利数結果出してる方やからね。そうなんですよ。ネタも面白いなと思って2人で思い切っていったんですけど、うん、またリベンジですね。いやそうやな、彼女は今なんかそのねアニメじゃないけど漫画書いたりとかしてるじゃないですか。そうだよ、めっちゃおもろいですよ。大塚やね、面白いね、あの世界観。姉ちゃん、あ、違うね。姉ちゃん、姉ちゃん、そこも、あ、全然似
似てないわ。いやいや別に似せたんじゃええのよ。知ってます、あの宮崎くんっていうキャラ。いやあのあれじゃないの、なんかそうです、オレンジのカブトムシ。オレンジのカブトムシでしょ、はい、はいはい、いやすごい、あれ自分一人で全部やってんやろ。はい、でもなんかかぶってるのになんか全然伸びないから嫌になっちゃうって言ってました。あ、でもそれは確かにわからないでもないけど、あの新喜劇セクションに頼んで、うん、YouTube をちょっと押してもうたらええだけやと思ったからな。めっちゃおもろいっすよね。うん、いやでもあなただからその、はい、なんかこのコロナ禍もそうだけど、はい、結構いろいろ活動がされてるみたいでね、なんか明日、え、今度じゃないの、もう明後日ぐらいエミー賞のやつ。あ、そうなんですけど次の月曜日。すごいね、あんなにエントリーする新喜劇ジュが出てきたんだと思ったよ。多分去年に玉井姉さんがエントリーされて、うん、あ、そうなんや、ファイナリスト行かれてて、うん、なんかこんなありますよみたいな来てて、うん、まあ何でもやってみよう思って、うん、でパッて応募したんですけど、だから求められるものが、うん、笑いと演技力とパフォーマンス力と、うん、その女性としての魅力みたいなとか、はいはいはい、品格、ルックスみたいなのも、うん、めっちゃ求めてくるんですよ、うん、いやそりゃそうだよ、あれはだってものすごい方だからあなたは多分知らないでしょ、多分あのもうそれまで知らなかったですね、え、はい、知らないでしょうけど、それはもう関西演劇、カッパさんなんて、はい、それこそ思い入れ強い方ですよ、関西演劇界では。あ、そうなんですか。そうですよ、だからあのエミー賞というものを、はい、もう皆さんが何とかしてこう、はい、なんかまあ一個の弔いなんですかね、なんかで、うん、そのもう尊敬も含めてこういう人が関西演劇でいたんだということをちゃんと証明し続けていこうっていうことで、はいはい、その賞賛を含めて、ああいうあれ太陽さんが企画ではないですか。あ、そうです。マスタケシさん、実行委員長で。マスタケシさんか。でも太陽さんも加わっていらっしゃる。そう、太陽さんもなんか審査員だったんやな、はい、よろしく言っといてやったら全然終わってへんからあの人こそおじいちゃんけども。あ、そうなんですか。もう随分もう60超えてはりますからね。そうなんですよ、月曜日にあるので。そ、何をするの、あなたそのエントリーして、はい、その手見せみたいなのがあるの。なんかね、予選はその、うん、台本みたいなのがありまして、はい、3分間、はい、でなんかもっとこの人を見たいと思わせてくださいみたいな。で、おうおう、まあ、台本があって、うん、その要所要所好きなことやっていいよみたいなやつやって、はい、動画審査で、はい、送ったんですよ、はい、さん。あ、その動画し、どう入る動画審査なの。はい、動画審査でした。どれだけの時間送った。3分間。3分っていうどういうことですか。3分さっきから3分って言う。え、何怖い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 。え、怒られます私。いや怒られへんよ。何1分2分3分じゃん。いやもうよう見てますね。いやよう聞いてたらね。いや何回も3分から3分じゃん。いや俺分からんけど3分。え、今の人は3分なん。え、そんなもう、え、言うていて。え、1分、うん、2分、うん、3分。え、どっち。いや今3分で、3分でいい。3分、1分、2分。ちょっと待ってください2分はちゃうやろ。あなたのせいです。もういやちゃうよ。じゃあもう私ほんまにね、うん、こう普通に喋っとったらいいんですけど、やってみてって言われたらブーってなって、うん、全部おかしくなっちゃう。いや俺やったらもう大塚ねもうだいぶ手焼いてたやろ。そらもうやってみてよ、全然できひんからみたいな。じゃあ私ですやん責任は。いやいやちゃうやんちゃうやん。だから気になった俺最近の20代なんて Z 世代って言われる世代やろあなたたちなんて。そうですね多分、はい、Z 世代の Z ってあれなんなん。分からないです。いやだからゆとり世代は分かんねん。ゆとり教育というものがあって、土曜日基本的にお休みやとか、はい、まあ、みんな分かる大体、はい、俺らとかでもその俺らゆとり世代の何もないけど、はい、だからあなるほどそういうゆとり世代の人たちはこうだとかいろいろ言われるんだけど、はい、Z 世代の Z で何から来てんのか。大喜利ですか。いやちゃうわちゃうちゃう。答えが知りたいだけやって。だって俺はゆとり世代は答え知ってない。ゆとり教育の世代は Z は何の Z なんて。ドラゴンボール Z の Z なのか。絶対ちゃうでしょ。ちゃうんか。え Z なんかあれですよね、 SNS 中心に生きてるみたいなじゃないんですか。いや分からんけど、じゃあ SNS 中心に生きてたらそれなぜ Z 世代なのかが分からん。いやー私も分かんないですよ。 ZZ でつくものがあるかってないでしょ。そんな確かにね、ないですね、うん、でも自分たちは Z 世代っていうのは分かってんやろ。なんか言われてますね。ね、はい、Z 世代で。あ、でも Z 世代、ミレニアム世代。あ、調べてくださってる。ミレニアム世代、何ですか。もうミレニアム世代だと2000年ってことでしょ。2000年、あの時やけど、Z は何から来てる。ミレニアム世代、なんか中世ヨーロッパみたいですね。いや、全然そうは思わない。いや、ただその Z 世代は、はい、
1分、2分、うん、3分、4分かなと思って。ああ。で、言って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 。で、1分、2分、うん、3分、4分、5分、6分、7分、8分、9分、10分。ああ、一緒やね。一緒ですやんじゃん。じゃあ、その次は11分、12分、13分、14分、いや、13分なんだ、13分やん。言ってます俺らは。わあ、13分。だからこれが、だからもしかしたら Z 世代の人を読んだ時に、うん、みんな3分って言うてて、はい、俺らが、じじいは、お父さん世代は、プンなんかもしれんね。これ新しい発見ですね。いや、びっくりした。で、ここだけやったらどうします？全部。で、それだったらあなただけが連れてるから、そうか、どっかで。なんか歴史的な読み方になってたらどうする？だからあれ、引きは引き。引きってなんすか？だからあの、猫。猫？猫が、はい、1匹、2匹、3匹、あ、うん、匹や、4匹。4匹？もうほら。いや、ほらちゃうねん。もうなんか、言って言ってって言われたらもう分かんなくなるんですけど。いやいや、本当にどっちってなるの。いやいや、だから、はい、その4匹、もうおかしいですよ。4匹か、4匹、5匹、6匹、7匹、8匹、9匹、10匹、あ、でも11匹、12匹、いや、もうほら、もういや、8匹も8匹っていう言い方もあんねん。8匹、あ、8匹、8匹だ、8って言うたら匹で、はい、8って言うたら匹、8匹、8匹。でも3分は3分やと思うけど、はい、だってカップ麺、カップ麺、うん、3分、ね、ああ3分ですよ。これはでも1個なんか調べたいぐらいのちょっと世代の溝かもしれないね。誰ですか、こんなややこしいの作った。いや違うわね、だからもともと日本語がなぜ難しいかっていうのはこの単位が一番難しいから覚えんの。ほんまですね。うん、でしかも単位も外国の方とか、じゃあ日本語勉強しましょうって言ったら、うん、もうだから1,2,3,4って数えていくだけやんか。いや、ね、でも、まあ、英語難しいのは一つっていうのは「あ」ってついて、うん、だから例えば「アポ」やったら「アナポ」などとか、そんなんは覚えりゃええやん、うん、はい、でも「アキャッツ」ってね、うん、でも「ワンキャッツ」でもええし、でも「トゥーキャッツ」複数形になるだけやけど、うん、我々は1匹で2匹、うん、で3いたら「匹」なって、うん、4いたら「4匹」なって、うん、5おったら5匹で6匹みたいな、でも6ってなったら6匹やしとか、そんなんを全部覚えなあかんわけや。だから個数とかでも、はい、な、これやったら1枚2枚3枚でずっと枚やけど、はい、な、1つとかですよね。そう、ね、1つ数、1つから言ってみて、1つ2つ3つ4つ、うん、5つ6つ7つ8つ9つ凸、ああ凸つ何何何き、え、なんで凸何ですか、ジューツで、え、なんですか、ジューツ、おかしいですやん。いや、ジューツ、さっき正解教えてください、何でした、え、さっき正解、何でした、いや、だから、そうそう、あ、普通に言ってた、はいはい、え、先言いましたよ、私、あ、もう一回言って、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ急に焼肉あるやん、もうちょっと焼肉のホルモン入ったやん、もう、あ、トラップにかかってますわ。違うわ、何もかけてへんよ。かけてへんよ。でも前回は、はい、なんか心の中なんかやってましたって言ったら、あなたが演習率覚えましたみたいなこと言ってたの。ああ、はい、はい。今回この1年からなんかこれをやりましたみたいなのあるんですか。いやね、私あのタイの正式名称覚えましたって言おうとしたんですけど。タイの正式名称、あ、めっちゃ長いんですよ。あ、そうなん。でももう諦めました。え、なんで、うん、もう、あ、めんどくせえってなって。あ、覚えようと思ったけど。はい、覚えようと思ったけど、そう、覚える系はやめました。ああ、そうなんね。でももうそれこそまた賢くなろうと思って、うん、今YouTube の漫画みたいなんで歴史を説明するみたいな、昔の、うん、が流行ってて、私それめっちゃ見てて、 YouTube 漫画みたいなやつの歴史があって、そうです、うん、昔の歴史を漫画にして分かりやすいみたいな、で、結構ね、情報は持ちました。情報持った、例えば、ね、うん、今にはない職業で江戸時代にあった職業みたいな、今にはない職業で江戸時代にあった職業っていうのがあって、もう処刑人とかってこと、あとなんか介添え人みたいな、あ、もうそのちょっと分かんないですね。まあ、切腹するときに横で介添えする人とか、あ、そうなんですか、解釈人か、あ、うん、解釈人とか、そうなんじゃない、ね、平生びくりっていう、あ、平匂いで、あ、違います、ちゃう、平尾びくり、多分平尾びくりなんで、あ、ちょっと簡単に言ったら、おならの代役みたいな、おで、この
高貴な女の人がこう男性といるときにプッとしてしまったときにそれは下品なものだと、だからこの海女さんみたいな人が、あ、今のおなら私ですっていう、こうおならを代弁、代役、おならを代弁ってなんか汚い、まあまあ、自分がやりましたという役の人、そうっていう人がいたんですよ。もう私キラキラ笑ってたんですけど、ちゃんとした職業で、でもなんかもうその人ばっかり、あ、私です、私ですって言うから、その相手の男の人がうすうす気づくみたいなんですよ。もうそれ絶対ちゃうわなと、もうどんだけ変更いとんねんと。でも、そう思ったとしても、その、言わない。っていうことはさ、うん、もっとむちゃくちゃ自由に屁こげてたってことやろ。逆にそう、でも高貴な人ですよ。身分の。身分の高い人は、だから出てしまったとこじゃなくて、はい、ペッてこぐってことやろ、要は。そうですね。で、小売で、はい、誰ってなった時に別の人が私です。あ、君かいな。はい、気ぃつけや言うて。はい、でもいやでもそうやけどこうやって喋ってバってこう吹くってことだろ。はい、ちょっといや俺ちゃうって言って、はい、いやお前やいやちゃうって私の君かいなみたいなことだろ。そう。いや君小売すぎやでせやけど。でもその言うてまた喋っててこうやっていやまだぶっていやだから自分もいや私は君かいな、はい、ってずっとやってたの。はいずっとそうやで。そういくらもらえんのそんなやつ。でもなんか結構いい職業じゃないですけど、これおならすると、はい、もう自殺するぐらいの恥ずかしいことやったらしく、うわありがとうございます。それを代わりにやってくれるっていう非常になんか命かけて代わってくれる人みたいな。そんなはずい。ありがとうございます。知らない米国でこれ言わなきませんでした。普段でもその人は、はい、私ですって言ってる人はもう自分じゃないのに。自殺せなあかんぐらい恥ずかしいことをやるっていうこと、まあ、言ったらだから結構重要な役、おならをしたことを苦に自殺した人がいっぱいいるんやって。そんな時代やったら俺終わっとるゲップするわ。何するわやゲップはええんかな。どうなんでしょう。ゲップはもう明らかに目の前でバーッ出るから汚い。いやーダメでしょうね。そんなでも、うん、そう、平国がそんなあかんことない。いやだって今ある国のところのさ、はい、いっちゃんってトップの人がさ、うん、影武者だなんだ言うて顔変わってるやんみたいなもんだなってるやん。はそうなんすか。そうそう現代弱いな前歴史強いけど現代弱いな今の総理大臣誰かわかる。はい、あかもう伊藤博文って出てきた。パッて出てきたもん。昔の千円札じゃないかもうちょっと、うん、令和ですの人ですね。ちゃうわ。ちょっと待ってください。もう令和です言うた人もうちゃうで。あれから変わった。ちょっと待ってください。うん、こっそり教えてもらう。なんでやねんおい。こっそり教えて、あなたが答え言うて俺がちゃうこと言うてその時言うからすぐ間違えるよそんな。ちょっと待って、もう今めっちゃ暑いです。ちょっとこういうの分からないと本当にあの非常識人で終わるのめっちゃ嫌で。誰でしたや。暑い。ちょっと待ってください。もうパニック状態に陥ってて誰か分かんない。こいつ。小泉。違う。小泉さんじゃない。で小泉さんから行きます。小泉さんから行くの。小泉さん、安倍総理。小泉さんね、次安倍総理やったからどうかも俺ようわからんわ。多分間だいぶあったで。多分わからんけど。で菅さんでしょ。菅さんや次、はい、菅さん。そのん安倍さんで菅さんや。はい、安倍さんの前とかもうわからへんもん俺。そこまではええけど。はい、安倍さん菅さん。安倍さん菅さん。うん、ちょっとヒントください。ちょほんまにあかんわ。誰でしたっけ。いやもうメガネ。メガネ。麻生さん。じゃあ。麻生さんじゃん。ほんまにメガネって誰、ほんまに誰でしょ。麻生さんメガネかけてへんじゃん。帽子やん。どっちかやな。どんなんかヒントないかな。いやないよそれ。なほんまに教えてください。あのえあもう面白いこと言えないんですと。いやいやあの、はい、吉田さん。吉田さん全然頭出てこないです。嘘やろ。はい、嘘やもん。なあもうちょっとこの時間めっちゃ嫌です。木木村さん。木村さんじゃん。ちょっと待ってください。誰でした。岸和田さん。岸和田さんでございました。岸さん。岸田さん。岸田さん。ああすいません。わあいらんかった岸田さん。はい。ちゃんと日本人します。コーナーに行きたいと思います。Recommendation of this week。
回バンバンにこうなんか言い方をちょっとなんかいろいろ指摘されましたから言い方を変えてみましたけど、ね、おかしかったですよ。いや 何言ったか分からなかったでしょ。レコメンデーションレコメンデーションのウィークというね、はい、このコーナーですね、ゲストのお写真を紹介することです。あちらの大きいモニターにご注目様で1枚こちらドン。はい、そうですね、私最近インスタのストーリーで、はい、今日の二度見っていうものをやり始めまして、ほうほうほう、毎日こう街中歩いてたら えって二度見するものあるじゃないですか。まあまあ多少あるでしょうね。 そんな毎日毎日あるかどうかわかんないですけど、あれをこう毎日うしたの誰やしたな。はい、タイじゃないんですよ、もうゲップ何これ、ゲップやだ、お尻ゲップ追いびくに、もう意味わかんない、ゲップ追いびくに、もう意味わかんない、はい、すいません、もう何の話、あ、そうです、はい、っていうのを始めまして、はい、それで今日はその私の今日の二度目シリーズをご紹介したいと思います。はい、ああ、なるほど、ストーリーやからね、はい、その1日しか見れないから、そうなんです、それを押さえてと、はい、二度見ということは、何これっていうね、はい、うん、まずこちら寝坊ホテル、おお、でもシンプルに二度見したって、はい、まあ確かにホテルで寝坊って、はい、これから私のラブホ違いますよ、多分ラブホではないの、はい、普通のホテルだと思うんですけど、普通のだチェックアウトが結構遅いってことかな、そんな深いのあるんですかね。あ、そういうことか。逆にこれチェックアウト6時だともっと2度目5度目ぐらいするよ、ね、っつって寝坊できひんかな言って、朝6時にチェックアウトっておい早すぎるやろなあ、はい、漁師の民宿か言うて釣り行くんかみんなみたいなね、ほんまですね、寝坊ホテル、はい、どこにあるの。本町にあります、これ。まあ、この日からね始まったんですよ、うん、でもこれに泊まってる人が、はい、その翌日、はい、なんか出勤だなんだ言った時にむちゃくちゃ寝坊してきそうやもんな遅いな君、はい、どこ泊まってたんや、寝坊ホテルです、何やそれえ、いや寝坊ホテルか知らんけどもちゃんと早く、いやでも寝坊ホテルやったんですみませんみたいな、兄さんこのペースで行ったら1時間ぐらい、うん、そんなかかんのそんな枚数送ってくれてんのか、まあまあまあ、じゃあ次これ、はい、これ2度目ね、2度目のね、はい、一発目はこれが一発目です、はいはいはい、こちら、はい、次ドン、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、はいはい、この下に書いてる文字が、はいはいはい、左にウィって書いてるんですよ、めっちゃおもろくないですか、左にウィ、いやだからその中が消えてんやろ、はい、まあ、あ、なるほどね、だからあれを点字ブロック入れてもうたからそうそうそう、もともと左に注意やったけど、はい、左に入意、はい、まあもう所詮こんなしょうもないやつの連続なんですけど、逆にあそこに何か書きたくなるよね、そうなったら、あ、だから左に危うい、あ、いや、危ういやったらあれけど、なんかで、まあ、そ、注意はまあ普通やから、ね、なんて入れたらいいのかな、ういういっていうなんなんかちょ浮かばんね、ね、難しいですね、マウイありましたね、マウイかね、まあ、ありましたね、あんねん、マウイ、マウイはね、民族、マウマウってその国とかその都市だよ、あ、都市です、はい、左にマウイっつって、ね、はい、右に香港、左にマウイ、ね、あ、いいですねそれね、とかやったらいけたもん、はい、まあ、まあって書きに行きたいね、ほんだ ねそれに変えてもらいましょういやいや、おかしなるやろ、はい、はい、じゃあ続きまして、こちら、はい、スタッフ女募集女ってめっちゃおるじゃないですかああもう女しかいらんと、はい、ああ、めちゃくちゃ女、すごいね、女構えの募集感じ、はい、新しい感じ、ヒューマンとか作ってそうやな、ほんまですね、女しかいらんねやろなって、ね、確かに、へえ、さあ続きましてどう、はい、こちらですね、毎日3時7分ラジオ体操、いや深夜ってなりません、あ、ああ、3時7分、はい、なんで3時、多分昼の3、まだ分かんないですこれ、謎なんですけど、みんな一緒にしようよって誰が食うねんって話だなそうなんですよ、これ深夜なんか昼なんか分かんないんですけど、へえ、普通に、しかもなんで7分なんやろなちょっと3時7分にもう一回放送があんねんやろか絶対ないでしょいや分からんけど、なんかこの7分がなんか変な話だな、はい、まあ、こんな感じでね、二度目してまして、なるほど、はい、これを見つけに行かなかった、これはどこにあった、これは平野商店街かな、はい、平野商店街、だから結構うろうろしなあかんね、これを見つ、こういうの見つけるためにね、そうですね、だから自転車通勤とかめっちゃ増えました、通勤なるほど、はい、自転、今までやったら何で、電車で行ってたの、電車で、自転車で行って二度目探しだったな、二度目探し、はい、おお、じゃ続きまして、あ、これです、賞金1万円バーガー、いや、どっちやねんみたいな、
どっちやねん。1万円なんかバーガーなんか。いやだから1万円のバーガーってことやろ。じゃあ賞金ですか。ああなるほどな、商品やろってこと。そうです。私最初金賞かと思ったけど、ああれ、え、これ、え、あれってなって、ああ、え、金賞、あ、そうか、ほんまやな、逆なんですよ、お前お前どっちも新名やから金賞でもいけそうやけど、賞金1万円バーガーあるんすかね、賞金やったら1、それだからそれが賞金やで1万円はね、普通で考えたら、そうなんですよ、もうなんかそんな感じで、おお、あの QR コードを読み取ったら一番答えが出てくるんですよね。ああほんまですね。ね、あの QR コードを読み取れんのか。読み取れる？おっさんが読み取ろうとしてるみたいな。いやー、ついですって。斜めで読み取れんのか QR コードって。できたらもうすごいですね。でも意外とあの、無理か。なんか無理か。さすがに。ペイペイとか斜めに行ってもスッと行くから。すごいっす。QR コードってね。そのなんかマイナスの部分がめっちゃ増してるとかではない。ちょっとこれはまたあの自転車できるとこなんで行ってみますわ。で謎解きます。でへんな。ちょっと無理ですね。何その何をしてるとこなこれは。これはバーガー屋さん。あ、バーガー屋さんな。はい。で、ハンバーガーはハンバーガーで何をしたらこれ金その賞金。あ、もう分からん。はい、適当に見てました。なるほどね。はい、じゃあ続きまして。あ、これねちょっと見えにくいんですけど、エコカット、このエコカットの下のね字が、うん、スペシャルカット、詰めるかな、エコカットとね、はい、あ、すいません、エコカットと、エコカットがカット眉、はい、ええー、なんていうか、額剃り、何何何剃り、額剃りシャンプー付き、2000万円、はい、でスペシャルカットもカット眉、額剃りシャンプー付きなんですよ、お、の何が違うんっていう。え、でもそフルコースはカット、はい、え、顔剃り、額剃り、額剃りでシャンプーセットで眉剃りない、はい、あ、まあ、そこ見てなかった、ほんまや。え、シャンプーセットとシャンプー付きは、はい、多分そのトリートメントのなんだらで800円プラスフルコースでもこの感じで書かれてフルコースって、はい、むちゃくちゃええことしてくるさ感じするですよね。なんかね、むちゃくちゃええコースだよ、フルコースフルコース行きたいの3800円、それでも。そうなんですよ、なんか謎が多くて、もう、はい、なんかずっと「はあ」言ってたやろ俺も。いやもうそれ変な店それで。確かにこれスペシャルカットは何やろな。そうなんですよ、このエコカットってだいぶなんかエコどうなんだろうと思って。エコカットってことでほんまはやってほしい髪型があるけど、はい、すいません、それ以上はちょっとエコからは反するんでこれぐらいにしときましょうっていうことだ。そんな一個でいいです、なんかねなんか、ちょっと考えて二度見したやつです。へえ、いやいや、これはでもちょっと気になるな、なんかこの店のシステム気になる、知りたいな。結構日本橋の近くですよ。あ、そうなんや、はい、3000円も安いもんな、スペシャルカット安いですね、うん、結構レトロな感じ でこれヒゲも全部カウソン、眉剃りとか全部やってくれるってすごいいいじゃんね、普通にいいですね。え、ちょっと行ってみてください。俺はでもそのそうやね、だからエコカットで全然決まってへんかった時に結果、はいはい、いやすみません、500円払うんでスペシャルでお願いしますってなりそうやけど一番そうなんですよ。へえ、フルコースも気になるな、はい、じゃあ続きまして、はい、あ、こちらですね、ちょっと見えますかね、はい、飲み放題200円、安っ、なりますよね。え、なんで、何の飲み放題、飲み放題200円って安っと思って、うん、もうパーって自転車でこれでカシャって取って、おみんなからいやいや安すぎんってなって、安すぎるやん。後々また行ったらあのハイボール10分間飲み放題200円、あー10分間、はい、10分間200円、はい、高っ高いかな、高いよ、だ10分間で200円やろ、はい、で1時間おってみな、6人1200円やで、ハイボールだけ。ああ高いですね。で10分間で飲まなかんやろ、海賊ですね。いやもう多分ブルブルだよな多分そうなんだ、その10分っていうペースでやられてるから、はい、いやそうほんまコインパーキングみたいなことやな、ごまかし方としてはちゃんと納得いったんですけど、でもパッと見バッて、ハイボール10分間200円で逆に高いよ。高いですかね、うん、だって次まだ10分飲めてへんのにもう200円かかるってことでね。そう、ああそうか、だから20分でまだいっぱいやったらもう400円、最初の10分ハイボール、もうちょっと最初の10分ハイボール200円、ま、確認しておきます。あ、いや全然全然そんな感じでした、うん、どうせいかへんしよ、はい、じゃ続きまして、
あ、これも子供服2万100円。安いよ。服にもよるやろけどな。あ、でも普通の服でしたよ。あー誰や。はい、もうやめてください。これやめや、やめやじゃないですよ、ほんま。やめてください、この流れ。もう嫌やわ。シンプルやめましょう。シンプルやめましょうって。自殺したい、自殺したい、はい、自殺したい、自殺したい、自殺したくないよ。この場から離脱したい。ごめんな。絶対出そうと思って頑張ってたよ。でもさっきあの話の途中でやって、はいはい、カッパさんのせいにしようとかったけど、まあごめんごめん、こんな時間だと思った。みんないろんなとこ、はい、すみませんね、はい、いやめやで、ほんま。いや、あなたですよ。やめやは。おならやったり、ギュッやったり、ほんまに。いや、いいですか。子供くん2万100円、はい。もう2度見どころの詐欺じゃなかったかな。そうですよ。絵の方かな。ほんまに。はい、おなら主人公なんて思った。はい、続きまして。はい、あ、ランチにはおかず5品サービス。すごいな。すごいサービスと思って。え、5品って言う？これ5品。またや、もう終わりませんって。え、ここ5品ですか。これ5品なっちゃう。あ、じゃあ、あの、え、じゃあ1品から言ってんね。もう終わりませんって。いやいやいや、だから3時間ぐらいになりますよ。でも一発目なんで1で1品、おうおう、2品、ね、2品、3品、うん、4品、うん、5品やな。でも5品、あ、いけましたね、5品、うん、で品で勝てて5品やけど、この場合は5品な感じするけどね。まあでもね、まあ、あの写真だけなんでバレてないんでいいっす。いやいや、まあそうやけど、はい、まあ、でも確かに1品2品で言ったら5品か、はい、1品2品3品4品5品だ。でもそうやな、って考えたら1品2品3品4品、はい、5品やもんな。そうですね、そう、合うてるわ、合ってますね、うん、そんな感じ。なるほど、そんな感じ。いや、まとめんなよ。はい、続きまして、またあるでしょ、たくさん送ってくれてるでしょう、ね、ええ、これは飲みかけと思って。あなるほど、誰かが飲んだ。飲みかけ。はぁ、なるほどね、はい、なんやろな、これはと思ったけど、こんなんあるんですかじゃないけど、飲みかけ、ほんまや。がっつり飲みかけやんか。そうなんですよ、誰やろ。ええー、開いてるやん、しかもこれイロハスじゃん。イロハス、いや、キャップ。上もめちゃくちゃでしょ、これ。ライムコークね、この、はい、あったね、そういうやん。面白いなぁ、思って。続きまして、うん、で、これ、もうこれはもう剥がれかけって思って。あ、あそこら剥がれかけ、レベルがや無残な姿。あ、もうなんか分かれへんね。これレモンティーやったんか違いますかね。おい、はい、もう管理能力がもう、そうなあ。いや、その自販機の中の劣化具合がすごいね、はい、そうなんですよ、自販機結構ありますね。続きまして、あ、これはね、まあ、なんかめっちゃウエスト細いのもそうなんですけど、はい、値段がね、もうめちゃくちゃなんですよ、これ。1円10円0円っていう、え、もう全部おかしいみたいな。え、1円なん16ちゃん。もう全部バグってるんですよ。あ、全部バグってんだよ、上も0円もんな。はい、全部バグってて、おいしい麦茶のウエストってことは細いの。そうなんですよ、だからこれ載せた時も、いや、ウエスト細って言ってくれる人と、いや、値段どうなってんのっていうのが結構二手に分かれて。はい、で買ってみた。買ってないです。あ、買ってはないの。ほんまですね。どこにあるのこれ。ああ、もう覚えてないですね。どうやったかな。ああ、まあ、じゃあ続きます。はい、あ、今度メロンソーダって書いてるんですよ。どうやんって思いません。メロンちゃうやないか。そうなんですよ、お茶やないかと思って。で500円だよ。はい。高っ。これあれですよ、難波の喫茶店ですよ。へえ。まあ、昔のね。老舗の感じの喫茶店なんですけど、色飛んでもうたんやろかな。多分ね、でも海外にはこんな色のメロンソーダあるから、はい、あ、そうなんですか。あるある。でもメロンソーダ頼んで緑が来ると思ったら大間違いで、うわ、そうそう、意外と海外向けの感じ。あ、そうなんかもしれないですかね。まあ、そういうことになったんですけどね、はい、続きまして、はい、あ、まあこんな感じでね、二度目を探してたわけですよ、はい、ないかなないかなって思うけど、はいはい、ほなのもう自分のとこに二度目がやってくるようになって、おうおうおう、傘からこうボン突き出してきて、急に、こう、なんだか、こうやった瞬間にジャンプ傘でバテたらブズンってはないと思って、はい、でもう二度見やと思って、はい、こんなことが、こんなことがあったら、はい、続きまして、はい、続きまして、これ見えるかな、あのカバンから次針出てきたんですよ、リュックから、この今日の二度見の下にこううっすら、いや、針、はい、え、じゃあカバンの針入れてた、
なんとかね、多分その前日かなんか塗ってて、うん、多分家に置いてて、うん、もう なんか背負ってたらお尻チクチクするなって、うん、どういうこと？いや、それお前が悪いやって見たら、ハリボーンって出て、それはもう小林ちゃんがあるやん、それは。また二度見やわ、これは。二度見とかじゃあ、やっぱチクチクしてて自分でやってるんだよ、まず二度見なんか、これは二度見の概念じゃないと思うぞ、これは。でも二度見を探してたら二度目がやってくるんだな、なるほどなるほどな、はい、うん、はい、っていう、はい、ね、はい、じゃあ続きまして、はい、多いな、ほんで、うん、ね、あ、これもう家のシャンプーなんですけど、ボディーソープなんですけど、すごくないですか、何この鼻水な、うわーってで、どういうことでどうなってんのこれって、わかんないですけど、お風呂入ろうと思って、うん、いや、だから全然誰も風呂入ってへんってこと、入ってます、入ってます、多分家ね、浴室乾燥機つけてて、うん、多分すぐ乾燥するんですよ、はあ、で、そこでずっと垂れてたやつが、はい、こんなん、だって氷点下何度の時に、はい、こう起こるつららみたいな現象が、そうそうそう、そんな風呂の乾燥機でこんなことになる、そうなんですよ、すごいな、はい、へえ、私もお風呂入ろう思って、もう全部脱いで、 うわ二度見やろって、いやうわ二度見や、あれが逆に二度見してもうたみたいなことやけど、二度見やではないけど、ああなる、こんなことが、はい、続きまして、はい、でこれね、あの、うん、家で出てきた、多分小柄いのはあれなんですけど、や、あの唐揚げでかくないですか、家に出てきたと、家に出て、これ小柄屋さんの出前した唐揚げなんですけど、めっちゃでかいんですよ、わかります、でかさ、トレー、うわすごい、あ、かき揚げと唐揚げ、え、小柄ってこんなでかいの、そうなんですよ、もう、こんなバーンでっかいのが出てきたっていうだけなんですけど、うん、いっぱいやね、なんか我慢してますよね、おならなんか出そうとしてますよねもう明らかおかしいんですよ、もうちゃうってちゃうちゃう、出そうとして、こう、バンバンやめてくださいね、出へんから、大丈夫大丈夫、出へんから、出へんから、出そうとしてますよ、出へんね、出へんね、怖いわ、大丈夫大丈夫、あ、そしてね、あの、しまいにミンティアが粉砕してましてどうなって中で、はい、なんかミンティアを食べようと思ったら、うん、もうミンティアが粉々になってて、なんでそう、どういうことでミンティアが中でその粉々になる、多分私踏んづけてるん、カバンが2つぐらいあって、うん、そのあんま使ってない方に入ってたミンティアやったんで、多分古かったんか分かんないんですけど、うん、ああ、まあちょっと劣化してるというか、はい、でこれ乗せたら、もう島に奥重兄さんから、うん、お前やってるやろって来て、あ、ちゃんともうその自分で優しく自作自演やろみたいな、ちょっと悔しくて、あ、まあ奥重さんとかそういうところ指摘する人やからな、はい、結構な、俺は見てるだというね、はい、うん、っていう、ね、続きまして、はい、あ、これです、もう出入り口につきほにゃららほにゃらら、あー、なんやねん、もう大喜利やんみたいな、ああ求められてる感じ、なるほど、これはでも二度見というよりも、はい、逆にこの出入り口につき何か書いてあったらえってなるけど、はい、この状態では別に二度見はしないやろ、ホンマですか、でもあの空白気になりません、ね、うん、いや、桑の木だからだって駐輪禁止とかぐらいのレベルやんか、ああ、うん、一般的に見たら、だからこれをなぜ出すねんっていうことでしょ、そうですそうですそうです、ね、ね、出入り口につきみたいな、なるほどなるほど、で出入り口につきなんやねんっていうね、そう、出入り口に月に変わってお仕置きをってかもしれない、ああ、いいの、いいですね、いいですね、あれ大喜利みたいになってるだろう、はい、じゃあ続きまして、こちら、この場所でほにゃららほにゃららください、えこれもうもっと大喜利じゃないですか、いや、なんでこれその何にかかってんの、いや、わかんないんですよ、ちょい、その下天王寺なんとか書いてるやんか、あ、野良猫の糞、尿による悪臭、植木や車への危害、天王寺区保健、あー、この場所でおしっこしてくださいって書いてある、いや、考えたしてくださいよ、すぐない言うてんの、え、やめてくださいなのか、なんやろな、いや、もうこれは二度見でしょ、いや、二度見というか、いや、せえへんって、おー、だいだいだい、今どう現状匂いしてないやろ、しとったんかやん、いや、してないわ、しとったんか、いや、現状は匂いはしてないから、悪臭はないから今のところ、いや、これかけなくていいんですよ、こっちに本当に、はい、この場所でヘをこいてくださいから出たんちゃう、いや、書いてないんでしょ、へぇ、で、最後こちらです、最後ですか、はい、どう見てください、え、玉木さんが2人で、おぉ、これめっちゃおもろかったですよ名前見たら見てください、玉木さんの下に大疲れって書いてて、一人大学生グレードがあんな風になっちゃった、はい、もう大疲れのグレードが、この日ずっと面白かった、いや面白いなこれはてか大疲れもショックやろうけど、玉木も玉木でショックやろうな
でこれでも玉木が本命入ってるからよかったけど、はい、これ玉木入ってるからもっとショックやろな。まあですね、何に疲れたんやろ、ね、でも結構ね吉本のホームページこういうのがあったりするんで、多いね、本当に多い、ま、私は結構楽しみに見てるんですけど、あ、はい、なんか前もなんか谷川由里だけかっこ吉本新喜劇書かれてたとかね、私だけ新喜劇やね、他の人ちゃうみたいなことが、はい、そう、秀子姉さんがかっこ吉本新喜劇で、あ、秀子か、谷川由里さんは谷川愛になってたんですよ。ああ、そうかそうか、NMB の、あ、そうかそうか、あ、それか、あれどっちも見つけた私です。おお、すごい。でそれは今日の二度目で発見、その紹介したの知ってない、知っておけや、それもさっき連絡して忘れてた。ああ、なるほど、ね、はい、いろいろこうやって見てるということで、ね、はい、楽しい、こんな感じでね、二度見を探してるので、よかったら、毎日とは言わないけど、見つけたらストーリーで上げておられるということで、はい、ぜひじゃあインスタをね、小林俊也さんのインスタを送って、なんか告知とかありますか。告知だから、さっきのエミー賞グランプリが、ね、エミー賞グランプリが来週にある。これでもミニは来れないんでしょ。ミニは行けるの。ミニ行けるんですよ。あ、そうなの。でも来週月曜日はちょっと間に合わないね。間に合わないか、まあ、あ、じゃあこちら生配信見てある方がいいかな。そうですね、あ、見に行けるんだ。そうなんですよ、近日アート館で。あ、そうか、アート館でやってるのか。はい、見たいです。あ、そう、はい、でもそれはまだ、それでまだオーディション受けられてることだからね。はい、何人ぐらいは出られるの、わかんない。そこはもう残って6人。6人で、はい、これでも選ばれたらすごいことだよ。そうですよね。なあ、1人10分こんなとこで平行って言われへんの。いやもうねえ、もう最後まで塀のことばっかり来たね。いやいや、すいません、本当に。いやいや、すいません、私です。知らなかったと思いますけど、私ですから。いや、知ってますよ。ずっとバレてました。バレてますよ。すま、これもしよかったらお持ちください。あ、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ私口の方から告知でございますが、はい、11月23日の夜7時半からですね、抹茶町でございますカルダモンカフェということで、ラインプロビアス新バスターズ、ね、うん、久しぶりのバスターズの公演でございまして、まあ、出演の方はですね、こちらにおられるここのお店の国木田カッパーさんも出られましてね、ストーンエイジの浅田大樹さん、そして、久住薫さん、久住秀夫さん、ご兄弟で、はい、後藤博さん、そして私、で、あと松竹芸能からダイソー光圀さん、久しぶりの、バスターズでございます。ぜひ見に来ていただきたいなと思います。ただまあ、劇場の方まで来れないっていう遠方の方はオンラインもございますので、どちらでも結構でございますが、初めてバスターズでオンラインをやるのでね、それもちょっと楽しみにしておいていただければなと思います。そして、あとは、まあ、毎週水曜日夜21時からまあ、夜9時からですね、レディオバルド大前神様配信してございます。ぜひそちらの方ご覧、お聞きくださいませ。ということでございまして、はい、なんか最後言い残したことございますか。あ、よかったら私の今日も元気ですチャンネル見てください。あ、そう、 YouTube やってるもんね。はい、ね、ちまちまとやってるので。 YouTube で発見したところの動画を流したりとかは。あ、ほんまですね、やってないです。ほんまに、だからその別に時間が長くある必要もないからさ、はい、動画も流して写真も撮ってみたことしたら、ほんまですね、今日の2度見で 2度見るみたいな映像したりとかね、そんなのちょいちょいうまいこと上げていったらどうですか、ね、やってみます、今後。ありがとうございます、はい、あの元気チャンネル、なんだ、今日も元気ですチャンネル、今日も元気ですチャンネルね、はい、ぜひ、フォローよろしくお願いいたしま す、ね、こんなものでも楽しいの面白いなと思ってくださったら、ぜひ、高評価並びチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで本日は以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございます。モルテンラブヨシー。